えー、こんにちは。野生の人間さん、女性三十代。先週の脳内学級委員会の考え方とても面白かったです。あん言った話ですね。私の脳内でもリトルナンドカたちがいつも喧嘩しています。私はアメリカの精子バンクを利用して選択的シングルマザーになろうとしています。あい,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 いきなりすごい話だよね、えー。アメリカの精子バンクを利用してその精子で自分の卵子を受精させて で選択的つまり自分から選んででシングルマザーになろうとしているわけですね、はいはいはい。この決断に迷いはないのですが子供がかわいそうという反論したはずのリトル世間の声が子供がかわいそうと言って止まらないと遺伝子情報を含めてドナーを選んだので子供は見た目知能少なくとも健康に優れる可能性が高くまた私には幸い経済力があり良い教育環境を与えられます。 親兄弟も私の決断を応援してくれてます愛情を注いで育てる環境も整っていますしたがって可哀想どころかむしろ最高に近いと思いますうんうんうんこれは同意しますはいはいその通りでしょう最高とは、えー、愛情深く解消もむしろ最高に近いと思いますでも本当の最高というのは愛情が深くて解消もある父親が身近にいる環境のことですが今からそんな人を探すのは年齢的に現実的でないので最初から除外してました これが引っかかっているのでしょうか。リトル世間の声が止まらないのは一体どうしてでしょうか。リトル世間の声って、まあリトル広之でのリトル小畑健でもですね、何でも同じなんですけども、あの勝手に出てくるわけじゃないんですよね。あの無意識が SOS サインを出して、その SOS に要請されて出てくるんですよ。無意識っていうのはさっきのあの痩せたらモテ出した人。 と同じように、無意識っていうのは案外計算高そういう合理的なですねあの無意識がどういう SOS サインを出してるのかっていうとまあ不安だからだと思いますよ不安っていうかねこんだけ完璧な準備がとって周囲の同意も得てるのに選択的シングルマザーをやりたかないんですよおそらく。 ここに書いてる通りです、ね、今からそんな人を探すのは年齢的に現実的でないので最初から除外してるとつまりそういう夫と結婚して父親になってもらうっていうのをここの部分分を自分でで抵抗ししてるんでしょうね。あの普通の結婚して普通のなんか出産したいと無意識が思ってるから、まあ、自分のリトル世間の声ではなくて普通に生きたいというかそれをやらないとちゃんとした 女じゃないんじゃゃなないいいいんんんかかとうううふうに、どっか思い込んでんでしょうね。もちろん理性では全部それを全て説得済みなんですけどもですねだからここはねどうしましょうね本当にこんなに準備整ってたら大丈夫だと思うんですけどね僕の姉ちゃんが僕はあの二つ上の姉がいるんですけども30代でもし独身でこれ言い出したら。 姉ちゃんだったら反対しないですね。下手に変な旦那見つけるよりはってだって知り合いで結局あの結婚したんだけども旦那が駄目であんまり好きになれなくて離婚したとで離婚する時にどうしても親権が自分に欲しくてっていうことで旦那側の親と散々話し合ってもう裁判になりかけてっていうトラブルを 割と僕ね近くでいっぱい見てるんでですねそういうトラブルがない出産っていいじゃんっていうふうに思っちゃうんですねあの63歳にしては僕かなりこういうことに関しては割とリベラルかつラディカルな方だと思いますけどもそういうふうに思っちゃうんですけども自分の心の中の SOS が出ちゃうんだったらなぁあと1回だけ婚活やってみたらどうすか でそれでオッケーだったら <laughs> そっちでもいいんじゃないかと思うんですけど岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。